からちょっとここで一通メール読みます。はいはい、りなぴょんさんからいただきました。ありがとうございます。鈴代さん、ゲストの長谷川さん、こんばんは。こんばんは。初めてメールを送らせていただきます。わ、うん、ありがとうございます。最近気になっていた鈴代さんのラジオに長谷川さんがゲストに来ると聞いて本当に嬉しくて、お二人のいろんな話が聞けるのをめちゃくちゃ楽しみにしていました。嬉しい。86の現場で仲良くなったと聞いたことがあるので、ぜひお二人の仲良しエピソードを聞いてみたいですといただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、これがね、実は86は、まあ一応初共演そう、がっつり共演は86が初めてなんですけど、あれですよね、初対面は結構前よね。めちゃくちゃ前です、ね、めちゃくちゃ前。どんぐらい前か、4、5年ぐらい前、うん、かもの、あの、あれですよね。アイドルマスターサイド M っていう。サイド M の現場にね。そうそう、テレビアニメの。の、モブ。そう、モブで。で、うちら、そうだから。そうだったんですよ。ほんとファンみたいな女の子たちでね。そう、なんか、ほんとに一言ありがとうございますみたいな。キャーみたいな。で、完成でガヤやるみたいな。そうそう。の現場で、その、やっぱ、アイマスの、そのサイド M 自体がやっぱ男性が多いやつなんで、うんうんうん、ほぼね、キャストさんも男性で、スタジオにずらーっと、ね、男子がいっぱいいて。女性でも3人だけで。3人、そう。私といくみさんと、私覚えてるんですけど。あ、私も覚えてる。弊社の事務所の谷口ゆなさん。うん、そうそう。ゆながいました。あ、ゆなさんとは？あ、そう、なんかちょこちょこ。あ、現場とかで。そう。あ、最近は会えてないけど。そうそう。嫌だったんで、そこで初めましてで、ね、なんかあの男性陣がいっぱいいる中に女性が3人だったから、うん、ちょっと結束感あって、ね、いろいろ喋ったとかね。ちょっと今日少ないけど頑張ろうね。そう、頑張りましょうみたいな。私でもあのサイド M のアニメのあのモブの現場自体も、うん、なんか本当アニメの現場自体が片手で数えるくらい、うん、言ってた、ね、2回目とか3回目ぐらいの現場で、マジで緊張してて、うん、でもなんかすっごいなんか気さくに喋ってくれた、いや記憶があって、でなんかその後からあれですよね、ちょこちょここうオーディションとかで、うん、あ、そうで、ちょっとすれ違ったりとかで、なんかでも LINE 交換させてもらってませんでしたっけ。した。え、それだから最初の時にしたんじゃない。多分最初か、その最初会って2、3回目で現場会ってちょっとお話しさせてもらった時に交換させてもらった記憶があって、うんうんうんね、だからなんか、キャリア的には、いくみさんが私の一期上の先輩なんですけど、うんうん、いつか一緒に出れたらいいね、みたいな。ほんと嬉しかったから、86。いや、だからそれが私の一番最初のオープニングのセリフなんですよ。はーい、鈴代です。今行きまーす。ブラディレーナ・ミリーゼ役、長谷川いくみさんだー。ああ、交番見て。そういうことか。いくみさんだと思って。そういうことね。夏美さんもいるし、いくみさんだと思って。でさ、連絡しようかなって思ったらさ、LINE 消えてて。そう、私も連絡しようと思ったら、私 LINE の引き継ぎがうまくできなくて、うん、あの、前の LINE が消えちゃってて、だから連絡ができなくて、うん、あって速攻。そう、すぐね。すぐもう感じて。なんかしかもあれですよね、あのサイド M の現場、確か、うん、あの、翔也さんもいらっしゃった。そう、いた。ですよね、うん、なんか、そう考えると、いや、もう時を経てみたいな。そうよね。ほんと、あの時はもうそんなこと考えもしない。ねえ。仲良しエピソードかー。なんだろう。これ。仲良しエピソードか。仲良しエピソード、じゃあ、出すと。すごい、抽出。いろいろあるよ、でも。いろいろ本当にプライベートで仲良くさせてもらってるから。いや、本当に。いろいろあるんだけど、あの、実は、さゆみの、あ、ここはね、文化放送の鈴代さんのお家ですけれども。はい、あ、そうですね。ちゃんと守ってくる。設定をね。別宅？あの、別宅、私の。鈴代さんの別宅の方にね。はい。私、あの、泊まりに行ったこともありまして。そうなんです。いくみさん来てくださって。そうなんです。その時、夏美もね。そうなんです。一緒に。なんか、結構その、ちょっと遅くなっちゃう現場があって、うんうん、で、なんかもう終電が、ないぜ、みたいな。で、本当になんか急だった。たのに急な本当流れだったのに本当にさゆみがいいですよみたいなうちいいですよみたいな感じで全然考えずに、なんていい子なんだと思って、急に家来られるの嫌でしょ絶対と思ってスッと入れてくれてもうね、
なんかお弁当を食べて、なんかケータリングで用意していただいてたのが、みんなでお弁当を食べて、その後に、もうさゆみがなんか、あの、カステラもありますよって言われて、食べますかって言われて、なずみと私も即答で、いるって言って、で、そのカステラ食べて、あと、なんか、ミロありますけど、飲みますかって。ミロだよミロってさ、なんか久々にミロとか言われるとめちゃくちゃテンション上がるじゃん。ミロって思って。でもそれもなずみと私、いるって言って、もうなんか、お二人のシンクロ率がマジですごくて、なんか、本当に同じ家で育ったのかなっていうぐらい、なんかテンション感と、なんか揃えみたいな、セリフみたいな感じで、そうそう、本当いろいろ出してくれて、で、私一番面白かったのが、はい、あの、まあ、先にね、しかもそれもやっぱもういい子だから、先に私たちお風呂入らせてもらってね。あ、いや、全然、うん。で、くつろいでて、じゃあサイミ入ってねって言って、で、サイミ普通にお風呂入って、はい、で、ちゃんと順調に普通にシャワーとか浴びてったんだけど、はい、急に向こうから、いくみさん、なつみさんって言われて、え、なに？どうしたの？って言ったら、冷蔵庫の上にみかんあるんでよかったら食べてくださいって言われて、もうさ、やばいっすね、そいつ。もうさ、ゆっくりお風呂入ってよって思って、涙出てきた。やばい。あ、でもう一個面白い。え、なんでしたっけ？あの、うん、私が次の日早くその家出なきゃいけないって言って、そうだでも本当にガチで朝までさ、朝方ぐらいまで起きてたよね。なんかマジ楽しすぎて、なんかずっと喋ってたりとかなんだかんだしてたら、全然5時とかまで回ってて結構遅くまで、でも私次の日ちょっと早めに家出なきゃいけないってなって、うん、で起きれるかなーって、私が大丈夫かなーって言ったら、もうだんだん寝ないで行った方がみたいな、そう、大丈夫かな寝ちゃってみたいなって言ったら、もうさゆみがすっごいまっすぐな目で大丈夫です、私起きれるんで。全然寝てください、くみさん。いや、こういう時は起きれるんで、みたいなね。大丈夫ですってめっちゃ言って、あ、そうなの、じゃあ、あ、じゃあよかったよかったって、まあ、とりあえず、うちらもね、かけるけど、アラームって。で、寝て、で、朝アラームバーってなって、私結局起きれたんですよ、すっと。あ、朝だと思って起きたら、うん、もう、さゆみのベッドの方からずーっとアラーム聞こえて、え、さゆみ？さゆみ、全然止めないじゃんと思って。で、しかも、さゆみ、その、携帯をここに持ってて、思ったまま寝てたの。そう。だから、めちゃくちゃここで鳴ってんのよ。ここで鳴ってんのに、一向に起きないの。やば。誰その人。だから、全然起きないじゃん、飲んで。昨日のは何だったんだよって。ちゃんとほんと振りが効いてた。いや、結構本気で起きれる予定だったんですよね。うん、よかった。面白かったな。本当だよね。めっちゃ楽しかったです。ちょ、また来てください。いや、本当にいつでも。来たい。いやー、本当にね。楽しかったですね。楽しかった。そんな感じで、本当、なんか最初の、そのサイド M から、こうやってね、なんか一緒に仲良くさせてもらって、本当に嬉しいなって、思いまーす。では、お次読みまーす。トレミーさんからいただきました。ありがとうございます。鈴城さん、長谷川さん、こんばんは。こんばんは。前回の藤原夏美さんに続いて86つながりのゲストですね。レーナとクレナは共に真に対して特別な感情を抱く間柄ですが、お二人はお互いの演じているキャラクターについてどう思っていますか？長谷川さんは以前インタビューでクレナが気になると言っていましたが、そこのところを詳しく聞かせてほしいですといただきました。うん、ね、この作品についてのメールですけれども、うんうんうん、おクレナが気になる。言ったな、多分。うん。多分それも本当にあの、シンっていう存在にね。そうですね。で、やっぱちょっと、なんかね、近しい感情じゃないけどね。そういう部分があるキャラクターだから、確かに。こうね、なんかクレナとレーナが、こうちゃんと話すことになったらどういう会話するんだろうとか、そういう部分にすごい気になるなみたいな。そうですよね。なんか、それこそ、まあ、本編ご覧いただいてる方は、もう、知ってるって感じかもしれないんですけど、うん、最初こそ、一番なんか、レーナに対して、冷たく、こう、ぶっきらぼうに当たってたのが、クレナだったっていうのもあって、うんうんうん、でもなんか、だからこそ、仲良くなったら、めちゃくちゃ仲良くなりそうな感じも、なんかね、しますよね。一線越えられたら、こう、意外にね。確かに。でもそれこそ、あの、ワンクール目の最終回。まあ、今度放送されるのは特別放送なんですけど、うんうんうん、まあ、先週の第11話とか、うん、あの、まあ、ちょっとまだ見てない方はね、ぜひ配信とか見てもらいたいんですけど、うん、一番最後のクレナの、レーナに対して言う、ちょっとセリフが一言ぐらいあって、うん、あれとか結構何回もリテイクしちゃってて、収録の時に。っていうのもなんかその、レーナへの距離感がやっぱり、ちょっとどうしてもまだ、なんだろう、
離れちゃってて、その、私がやったのが、うんうん。もうちょっとでも寄り添っていいよっていう感じでもらってて。で、結果、オンエアのみたいな形になったんですけど、うんうん、そう、だから、なんか、まだ結構長そうだなって感じがしますね、道のり的には。そうね、道のりはそうね。うん、でも確かに気になるなぁ。気になるよね、二人の。でも私も、なんか、レイナが逆に、86側にいたらどんな立ち位置だったんだろうって。ああ、そうね、あの集団の中にね。うん、そう。大体こう、やっぱ、今、共和国側だから、うん、軍の中にいるから、どうしても周りは大人の男性たちっていう環境の中にね。アネットぐらいですもんね、身近なのが。だから、同年代のこの中にいるレイナって、確かになかなか。ねえ。どうなんだろうね。だから、ちょけるタイプなのかなとか。いや、どうなんだろう。あ、ふざけ、そう、ちょけるって言いますよね。いる、いる。あ、よかったよかった。そう。ちょけなそうだけどね。ね、なんか、遠くから、アンジュみたいにこう見守ってるタイプ。でもちょっと真面目がゆえに、そこをちょっといじられて。あー、確かに。おーみたいな感じになってそう。これやるとこうなるんだよ。え、本当ですかって言って、うっそ、ぴょーんとか。やられそう。おーみたいな。やられそう。かわいい。かわいい。新しい癒しジャンルですね。いやなんかそういう世界線もちょっと見てみたい気もしますけどね。ね、うんうん、いやでもね、ちょっとね、なかなかそうもいかないってところで。そうなんですね。楽しみですね。ありがとうございます。はい。